ベラ・コミサル・ジェフスカヤ、ベラ・フヨードロブナ・コミサル・ジェフスカヤは、ロシアの女優。サンクトペテルブルクのコミサル・ジェフスカヤのボヒ・ベラは、マリンスキー劇場のテノール歌手、ヒョードル・コミサル・ジェフスキーの娘として生まれた。舞台演出家で、後、イギリスに帰化したセオドア・コミサル・ジェフスキーは弟である。19歳で、村フハ白と結婚したが、結婚後も芸名は、旧姓のままだった。 1896年からベラはサンクトペテルブルクのアレクサンドリーネ劇場で俳優となった。彼女が最も高い評判を得たのはアレクサンドリンスキー劇場での1896年のアントン・チェーホフ作カモメの初演で演じたニーナ役であった。1904年、ベラは自身の名を冠したコミサルジェフスカヤ劇場を設立。 劇場にはアレクサンドル・ヤコブレビチ・タイイロフなどがいた。ロシア象徴主義の思想をロシア貴族に広めることで、しばたたく間に人気を得た。劇場は1906年に、フセボロド・メイール・ホリドを演出家に迎えたが、その年のうちに彼の得意なアプローチがベラとの仲違いを招いた1910年に、国内巡業中、中央アジア、タシュケントでベラは、 天然痘で命を落とした。彼女の死は多くの辛抱者に衝撃を与え、詩人、アレクサンドル・ブロックは通説な詩を書くきっかけとなった。サンクトペテルブルクの主要な劇場の一つが、ベラの名を未だに冠している。ありがとうございます。